近頃さまざまな加工品でよく見かけるのがピーカンナッツではないでしょうか。健康に嬉しい効果がある食材としてナッツが注目されていますが、中でもクルミのような見た目であること、スイーツで見かけることもあり、身近な存在と言えるかもしれません。ピーカンナッツは豊富な栄養素が含まれている食材としても知られています。知られざるピーカンナッツの魅力を紹介していきたいと思います。ピーカンナッツは別名ペカンナッツとも言われています。主に北米を原産としているナッツになり、生産地のほとんどがアメリカになります。現在ではアメリカ南部のジョージア州やテキサス州が2大産地としても知られています。1500年以上前から栽培が始まった長い歴史を持つ食べ物です。クルミの親戚ともいえるヒッコリーと呼ばれる木が実をつけて、その中にある核の部分がピーカンナッツです。粒が大きくゴツゴツしていること、実は引き締まった食感があります。少し茶色の色をしているのはクルミとは違う点だと思います。渋みもほとんどありませんし、適度なコクがあること、食べやすくスイーツにも向いています。見た目の形がスタイリッシュなのもあり、そのままの形状で加工されることが多いのもピーカンナッツの特徴です。殻がついていても手で剥けるので食べやすいと言われています。ピーカンナッツは豊富な栄養素を含んでいることでも知られています。中でも1価不飽和脂肪酸と多価不飽和脂肪酸のバランスが良いと言われているのです。そのため高い抗酸化作用が期待できること、コレステロールの改善、健康維持などの効果も期待できます。他にもビタミン E やビタミン B、ミネラルなども多く、亜鉛も含んでいます。日々の食事だけでは不足しがちな栄養素がピーカンナッツから取れることも人気の理由と言えるのではないでしょうか。さらに食物繊維も豊富です。ピーカンナッツは生のままでも食べられるナッツです。無添加で余計なものが入っていないピーカンナッツであれば、生のまま食べて豊富な栄養素を摂取することもできます。そのままだと味気ないなと感じている人には、素焼きやローストなどのちょっと味をつけたものを選ぶと、お酒のおつまみとしても活躍してくれます。甘いものが好きな人はチョコレートがついているものを選ぶと、ナッツの美味しさも実感できます。おすすめはブラウニーの中にピーカンナッツを入れて焼く方法です。手で簡単に割れるのでアレンジもしやすいこと、コクがあり本格的な味わいが楽しめます。ナッツの中でも深いコクがあるピーカンナッツは、食べ方の種類も多く飽きることもないと思います。加工してもピーカンナッツはらしい味わいがしっかりと残っているので、違いを楽しんでみるのもいいかもしれませんね。今回もご視聴いただきありがとうございました。食べ物に関する情報をいろいろお届けしておりますので、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。